に勝てる、ね、覚悟が見えるのが僕はやっぱり三沢の素晴らしいところだと思うんですよね。なるほど、大技小技も関係ないですね。そして三沢がこれはこれはねフェイントを1回かけるところだったんですよ。あ、そしてマッケンローだ、そのねフェイントのかけ方はタイガーマスク時代に使ってたんですよね。で1回フェイントをかけてエルボー 3C ダウンを狙ったと。